どうもおはようございます。遊戯王デールリンクスやってました。はい、今日はですね、原宿の、BMX ショップということで、僕は学生の頃ね、よく遊びに行ってたんですが、こちらダブルベースさんに来てます。今日は、フレームの YouTube チャンネルでご紹介するのは初めてだと思うので、ダブルベースとは何ぞやというところを中心に、ちょっとね、ストリート感のカルチャーを皆さんにご紹介できればなというふうに思います。では早速行きましょう。で、ここは入り口になっていて、今目の前でわちゃわちゃ身だしなみを整えているのがマルコさんです。スタッフライダー、はい、マルコさんです。よろしくお願いします。今日はマルコさん結構自転車いっぱい持ってるんで、まずはバイクをちょっとご紹介していただければ。はい、うちです。なんでいくつか先に、じゃああれにしましょうか。そうしましょう。まあ、一応ね、ロードバイク好きな人いっぱいいるんで。はい、はい、レベンジ、これ何ですか。まあ、僕がいつも通勤で使ってるブルックリンマシンワークス。おー、ブルックリンマシンワークスってあんま聞かないんですけど、はい、ちょっと語ってもらっていいですか。ブルックリンマシンワークスっていうのは、ニューヨークの工房で、自転車大好きで大好きでしょうがなかったボスのジョーが、もう好きすぎて自転車をもう自分で作っちゃおう、作り出して、そこから一本一本手作りで作られるそのフレームがもうなんかもう知らないけど世界中にファンをどんどん増やしてると。増やして、マルコさんもそのうち一人と。そうですね。なるほどね。ダブルベースの付き合いも長くて。ああ、そうなんですか。はい、代理店もやっております。おじゃあブルックリンワークス欲しければ、はい、ここに行けば手に入るということで、はいはい、まずこれね、ロードバイクですけども、はい、なんか冬はちょっとなんかこう特殊な色というか、錆びてますよね。これ錆び加工なのか錆びてんのか。これは錆びさしてます。あ、錆びさしてる、はい、ね。これブルックリンマシンワークスからそもそもでもロードバイクって今まで発売してなくて、これはもうサンプルなんですよ。ボスが気分でちょっとサンプルでロード作ってみるか、はい、やってみてみたいな感じで作ったやつの、多分世界に4台かなぐらいしかないうちの1台をちょっと乗ってみてくんないみたいな感じで、いただきまして、はい、でもこのサビがまたいい感じですね。そうですね、もうこれ以上はやりません。なんでやっぱ上の方はサビって、下の方はそんなに。なるほどなるほど。ステッカーはパンパンパン貼りまくってフロントシングルのアルテグラ、はい、今時のこのトレンド全部押さえてる系ですかね。今野山も走れる仕様に、タイヤ本当はこのサイズまで後ろとか履けないんですけど、うん、ちょっと加工して履けるようにして、これでシクロの実際大会とかもブロック履いて出たこともあって、めちゃくちゃ快適です。で、さらに僕のこだわりはタイヤの空気圧めっちゃ優です。めちゃくちゃ低いじゃないですか。はい、あれ街乗りでこんぐらいの、太さがあれば、はい、結構落としても全然大丈夫で、もう寝れるぐらい快適。ポールのパーツ使ってたりとか、テクチネイのパーツ、テープにチネリのハンドル、トムソンともアメリカンなパーツがもう目白押しな超絶僕好みのバイクになってます。どうでもいい話なんですけどね。はい。所有してるバイクのうちの一つ、はい、遊び用バイク、はい、いわゆるパークで遊ぶ用のバイクということで、はい、どうですか。これ僕ちょっと全然全くこう知識ゼロの状態なんで、これはもう見た目。26インチの、大きい BMX って感じなんですけど、はい、僕はもともとこうフィクスドギア、はい、ピストバイクって、はい、言われるような自転車に乗ってきたライダーなので、これも固定ギアってなってます。前に回したら前に回って、後ろに回したら後ろに回って、はい、空回りがしない。なるほど。でもやる技的にはほとんど BMX みたいな同じような感じですね、っていうスタイルの、フィクスドギアフリースタイルっていうジャンルの自転車になります。初めて聞いた。フィクストギアフリースタイル、はい、FGFS FGSS FGFS あの、ね、明日から使いますね、皆さん覚えてくださいこういう部分って、はい、何の技をするために必要なんですか。そうなんですか。なんか例えばこういうレール、こういうのにこう擦ったりね、ガリガリガリとガリガリガリ、はい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 、そうです。構えも後ろも使います。ガリガリガリとやるためのゲールだったりとか、足のけ、足のっけたりとか、でハンドルももう技用なんで、これは一回します。ほう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 、何回でもグラインドこっちする方はこれこういうハブガードっていうのがついてたり。へえ、あの擦って傷つかないようにするの。スポークとか折れるんですよ。なるほどね。ここのフランジの部分も割れるし、はいはいはい、そういうのガードしてくる。へえ、
ペダルの裏が削れてたりとかペダルでもこうグラインドつってこうあ、ペダルでこう下に入る。あー、なるほどなるほど。BMX、はい、はい、まあ、BMX 僕実際乗り出したの本当にまだここ2年も乗ってないんで。あ、ずっとこっち、こっちが本ちゃん。あ、そうですね。はい、いや、やっぱもうずっと好きで、まあ、やってる技もほとんど似てて、なんでも最近はこっちも乗ってます。あ、違うんですか、全然その、こっちの方がでかくて重くて。はい、とはいえやっぱ慣れてるのはこっちなんで、僕はこっちの方がまだ動かしやすかったりとか。あ、そうなんですね。やっぱスピード出してパーンって飛ぶ時とかは、もうやっぱフリーギア、はいはいはい、こっちはもういくらでも回るんで、スピードも出るし、まあ簡単ですね。気持ちいい。じゃあ両方ついてますけど、はい、それまたその技が違うから。そうなんですよ。ってことなんですか。ペグっていうんですけど、この棒、この棒はもうなしでもいいんですよ。へえ。それはもうそのライダーのスタイルによるというか、まあ4本あると逆にこう、もちろんこっちもいけて、はいはい、こっちもいけて、はいはい、で、さらにこういう、はい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 、こういうのもいけてとか、はいろいろ、はい、そういける技が増えて、これはまたメーカーもあったりするんですか、BMX って。これダブルベースのオリジナルで出してる、はい、J6 っていうバイクですね。へえ。これ完成車で売ってるんですけど、はい、まあ、フレームだけはフルクロムに、うん、全部がもう、はい、強いクロムで、で焼き入れって言ってこうさらに熱を加えて強くするんですけど、そういうのもされてるんで、まあ、フレーム完璧。はいはい。でも他のパーツはビギナー用って感じで、まあ、徐々に自分でやっていくうちにパーツ変えていって完璧な一台作りましょうっていう自転車。まあ、これはもう全部変えてあります、はいはいはい、フレーム以外。ちなみに聞きたいんですけど、はい、こういうトリック系の遊び用のバイクっていうのは何がそんな楽しいんですか。ああ、なんですかね。まあ、フレームのチャンネル見てる人ってなんか何が楽しいのかよくわかんない人も多いです、はいはい、僕自身もやったことないんで、はいはい、やっぱりこう何がこう魅力でやり続けちゃうんだろう。なんかこう技をやってる瞬間とかは本当こう無心で、はい、まあ、前後ブレーキつければ街中ももちろん走るんですね。そういう時とか例えば街中走りながらこう走っては永久にこういろんなものが出てくるじゃないですか。なるほど、確かに。そう、なんかなんていうんだろうな、まあ、勝手にこうバー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 ってセクションがどんどん来るみたいな、はいはい、それをこうそう、あの遠赤だったり、それを即興でこう飛び越えたり走ったりとかしながらこうやっていくのが、まあ、リズム感があったりとかフローっていうんですけど、感覚すごい気持ちいい。なんかこうスノーボードとかスキーとかしてる人ならなんとなく分かるんですけど、斜面をいろんな斜面を使ってこう気持ちよく流すっていう、街中が全てがフィールド化させることができるみたいな。でやっぱ技できればできるほど自分の思い通りに自転車を扱えるようになるんで、あ、なるほど。それが面白い。思った通りのこの動きを自分の力でこうできるみたいな、はい、なんかオリンピックとか X ゲームみたいなこうただバン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 飛んでバン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 って回るのが僕らは好きかって言うとそうでもなくて、意外とこうシンプルに流しながら、なるほど、ちょっと飛んだり回ったりぐらいの方が楽しかったりね。いやでもこういう世界は俺もいつか知りたいなと思って。ハマりますよ。いやめっちゃ楽しそうじゃないですかって。Thank you.
そうなんですけど、見てください、これほら、自転車を 守ろうって書いてますよ。ちゃんと守るために、はい、鍵つけて止めといたらこれを貼られてましたどういうことだすげえ、これ超かっこいい。で、まあ、このさっきの楕円、なぜこれが楕円かっていうと、これはバースピンができるんです。おお、なるほど。でもこれはもともと技を、まあ、ジョーに聞いたんですけど、なんでこれバースピンできるようにしたの、うん、技用にって言ったら、いや違うよみたいな、ニューヨークは盗難が多いから、うん、こことここの距離を縮めて、それによってこことこことあとパイプをまとめてやれば前輪持ってかれないんだよ。なるほどね。なんかちょっとしたっけ適当さみたいなのもやっぱかっこいいですね。アメリカ人っぽいって。ダブルベースのハンドルバー。そうです、これも買ってて。見てください、チェーンリング、ダブルベース変えてます。これかっこいいっすね。お店の中ちょっとざっと紹介しましょう。で、上も実はお店あるんで皆さんに合わせてご紹介します。じゃあまず1階は、はい、まあ、さっきちらほら見てたんですけど、はい、見る時には、はい、完成車とか、そうですね、フレームとか、まあ、パッと乗れるような街乗りっていうメインですね。はい、街乗りメイン、はい、あとは、まあ、アパレルの方に、そうですね、ダブルベースオリジナルブランドがあったりとか、はい、あセレクトのものがあったりとか、はい、例えば、この辺とかだと多分今ね、着てます、T シャツというかね、はい、これボーラホリックっていう、はい、もうすぐもうそこの同じ通りにあるバスケットボール屋さんとコラボレーションで、そうなんですかもう仲良すぎて作っちゃいます。地元はいい。これもバスケット、そうバスケでも使える。そう、僕がもうこの機能性がもう絶対自転車乗りと合うと思って、実際も発汗性とか、はいはい、まあすぐ乾いたりとか、そういうのもすごいいいんで、ちょこのバスケット、バスケ、じゃあチャリでヒストで、あそこ日本だ日の丸おしゃれ。そう、フィックスとかね、こう技メインっていうよりも、うんうん、乗るよう、そう乗るよう、ガッツリ乗るようですよ。はい、ここにエレベーターがあって、まあね、ダブルベース2って書いてあるんですけども、はい、まあ実際に皆さん来るときはエレベーター使って2階をしてもらえると、ちょっとね、さらにちょっとこんなんつったら、あのなんつうんだろう、マニアックな世界が待ってます、はい、なんかそ、僕は全くわからないいや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 そんなことない、これみたいな、はい、どうぞどうぞどうぞずらーっといくとですね、はいはい、ね、はい、どうですか、こういうね、おしゃんなパーツ、グッズ、もろもろ、これ多分展示してるやつかな。この辺にライトやらないようなパーツやらなんですけども、技系のものが置いてあると、はい、メインは BMX、 BMX 系が多くて、はい、で、上にはちょっとレアなブルックリンのものが置いてあると。僕はね、どれぐらいすごいのかちょっとまだね、知識がないんであれなんですけども、結構やっぱすごいです、この辺は。まあそうですね、これとかはもうブルックリンの最初の作った BMX で、はい、まあ、超レアですね。へー、この MTB も、はい、まあ、ダートジャンプって言われるようなフロントだけサスペンションなんですけど、これ ACL っていうモデルで、これはもう本当世界に10台前後とかしかないんじゃないですかね。でまあ僕のと店長のがあるんで、ここにもう2台ある。ご自身のじゃあもう世の中にもあと本当マイナス1ってことですね。そうですね、ここにあるってことは。まあじゃあここであれですけど、ダブルベースっていつからやってるの？ダブルベースもう今年で15周年です。おお、やっぱ長いですね。そうですね、僕も学生時代よく行ってましたけど、なんかその多分どういう立ち位置なんですかね、この原宿というか、この、まあ、昔からこうこの原宿のカルチャーと、はい、まあ、一緒に歩んできたお店で、はい、ええ、まあ、とはいえ、まあ、全然一般のお客さんがもう9割以上なんで、うん、はい、それでなんか初めて自転車欲しいですみたいなお客さんがたくさん来てくれるとやっぱりいいなっていう、はいはいはい、やっぱりほとんどの人はもうカスタムゴリゴリっていう人もいるんですけど、うん、よりも普通に完成車買いに来る方が多いですね。なんかちょっとなんとなく僕の第一印象、やっぱりちょっとこういうお店ってちょっとなんか、はい、大丈夫かな、怖いなみたいなイメージあると思ったんですけど、はい、意外にこうやっぱりちょっとバイク欲しいんですけどみたいな感じで来る人が多いんです、ね、なんか大体皆さんなんかこう初めての方は知識なんもなくてみたいな感じで来られるんですけど、もう全然みんなそうですみたいなあ、もう一から教えますよ。割とは結構フランクな感じで、そうですね、どっちかでも完成車はどこにも、うん、案内しますよ。なるほどね。いやー、分かりました。本当今日はありがとうございます。今日はですね、まあバブルベースの、についてですね、がっつりとご紹介させていただきましたけども、
マルコさんはですね、まあ、ちょこちょこ、 こうお店にも立っていると思いますし、そうですね、まあ、気軽に声かけていただいて、ピストが欲しい、BMX 欲しい、マチルで欲しいとか、まあ、何でもかも彼相当マニアックなのでいろいろ聞いていただいて大丈夫と思います、はい、ここの行き方なんかは、URL とか URL とか、もろもろ載っけてますので、ぜひね、遊びに来ていただけると嬉しいです。じゃあまた次回の動画でお楽しみに。ありがとうございました。はい、さよなら。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタン、よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに。次回の動画もお楽しみに。それではさよなら。さよなら。俺は